池田恒興の一生。1536年に終わり、織田氏の家臣、池田恒俊の子として生まれる。父、恒俊は滝川氏の出身であったが池田正秀の娘である楊徳院と結婚し、池田氏に跡継ぎがいなかったため婿養子となり池田氏を継いだ。また母、楊徳院は織田信秀の嫡男、吉報氏、後の織田信長の乳母にもなる。後に織田氏の宿老となる滝川一益はいとこである。しかし長らく病床であった父は恒興3歳の時に死去してしまう。そのため恒興が後を継いだ。また母、楊徳院は信秀の側室となる。恒興は幼少の頃から信長に小将として仕え、その後信長の下で起きた戦いで活躍する。出世もし35歳で犬山城1万石を与えられる。恒興は信長の長男、信忠の配下であった。45歳で織田氏を裏切った荒木村重と戦う。花熊城の戦い、村重最後の砦であった花熊城を、最下衆の助力も得て落とした。その功績から伊丹城を与えられた。同時に村重の配下であった中西新八郎らも配下とした。しかし恒興47歳の時に信長が明智光秀に襲われて自害する。本能寺の変。恒興は備中高松城を攻めている羽柴秀吉の援軍に向かう途中であった。恒興は騒動により引き返してきた秀吉と合流し、共に光秀を討つ。山崎の戦い、これにより織田家の宿老にまでなる。また合流時点で秀吉と、娘、若万所を秀吉の甥、三好信義、後の豊臣秀次に嫁がせること、次男、照政を秀吉の養子にすることを約束していた。同時に出家して商人と名乗る。その後領地再分配で摂津12万石を獲得する。信長後継者を決める清洲会議では秀吉、丹羽長秀と共に、信長の孫、三法師、後の織田秀信を推した。その後次第に秀吉が織田実権を握り始め、恒興は秀吉に従い、翌年には美濃13万石を与えられる。信長三男、信孝が秀吉と敵対し去ったためである。49歳の時に織田信勝、徳川家康連合軍と衝突する。小牧、長久手の戦い、勝った暁には終わり一国が与えられる予定であった。恒興は秀次の部隊に参加し三河に向かったものの、家康本隊と衝突して長井直勝に撃たれてしまった。享年49歳、第二は長男、元助や、娘婿、森永義もおり、共に撃たれてしまう。そのため後は次男、照政が継ぎ、その後姫路藩主にまでなる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。